チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯はでっかいロコモコも、めっちゃでっかいロコモコができましたっていうことでね、ご飯を、ハンバーグが1キロ、約1キロの肉を使った玉ねぎ1個とかね、結構な量使ってます。で、卵がね、4個使って、もう5個いってもよかったかな。でもね、これね、フライパンの限界なんよ。で、ちっこいフライパンだけども、フライパンのね、限界で4個乗るかなって4個入れてみてんけど、こんな感じで食べてみたいと思います。では、いただきます。はい、では、いただきます。でっかいロコモコいただきます。これどうやって食べたらいいね。まだソースしか食べてんけど、ソースがすっげえうまい。さあ、ハンバーグ。あ、うまっ。昼間のね、ホリのバーガーに負けへんぐらいうまい。うん。またホリのバーガーに行ってこう。うん。こういうのね、やっぱり目で見て美味しい、楽しむ。こういう食べ方がね、子供も喜ぶでしょ。うん、まあ、もう子供でも大人やけどね、こういうのが楽しい。これね、ご飯はね、ただお腹がいっぱいになったらそれでよしじゃなく、やっぱり楽しむ、ご飯を楽しむって一番だよね。で、楽しむためには味もやし、美味しいっていうのは味もやし、見た目もやね。見た目で美味しいっていうのも大事なんや。切れへんかたい。早くフォークで食べた方がよかったかな。これね、やばいぐらいハンバーグが肉厚。もうね、作り方はね、あのハンバーグのタネの方の作り方あるんやけども、あの焼き方の動画は撮った。タネ作る動画、動画撮らへんかって、うん。鶏ミンチ、鶏の胸ミンチとももミンチの合いびき、うまい。ポテサラを、よいしょ、皿をね、誰やねんちゅうぐらい顔変わったの。峯岸、 AKB の峯岸みたいな。山の上に乗ったら乗っとって前の時にどっかで見たことある人やなと思って見とって、ら高校生の女の子は峯岸さんやとか言って拍手。やっぱりそうか。AKB 電車で来んねやと思った。金です。 NMB の人もみたい。あの吉本に出とるやん、 NMB の知らん、あの子が近鉄電車乗っとった、うん、うん、
やりやすいやな。グループは。グループはやりやすいやな。いっぱい売るからって一人ずつギャラ出へんやん、テレビって、うん、ギャラ安いねんで多分、美味しいけどね食べにくいすんごいね、ハンバーグの肉厚があってすごいのよ、食べ応えがあるのよ。まよ、マヨね、卵にかけてみよう。よいしょ、よいしょ。もうマヨ払えへん、ここできねんけどね。足では切られへん、ちょっとお行儀悪いけどね、なめこと豆腐のお味噌汁、ニカは食べへんから、ニカだけ別でなめこ外してお味噌汁にして、お味噌作ってね、なんかだけレンチンしてトッピングにして、それと豆腐、ごめん、ボルペンやん、こうやな、届かへんのよ、デカ盛りっていうのも面白いですよ。でっかあっちゃんでっかいシリーズ、次は何をでっかくしようかな、耳でもでっかくしようか、うん、好きじゃないよ、あのね、見た目よりもかなりボリュームがあってね、お腹いっぱいになってきた、
モバイルオーダーなんかペイペイ使えんだよ。お腹いっぱいになってきた。もうちょっとね、パン粉のつなぎ多かった方がよかったかな。ちょっとね、肉がしっかり、まあ、ある意味ハンバーグっていうよりチキンパテって感じの、つなぎなしに近い、だから美味しいのは美味しいね。美味しいんだけどちょっと硬いかなって、何切り食べようかな。まだね、このうなぎはね、ある意味幸せな晩ご飯ね。次は何が大きくなるでしょうか。予想コメントに書いておいてね、何が大きくなるよって。あの、テレビやんかした。なんかね、近畿雪やって、奈良も雪やって、北のですけど、やばいな。どう見たいけど、もう残る。ここは見えてきたぞ。ね、どうかね、どうかね、なめろ。あっちゃんが4分の1ぐらい取って、4分の1、8分の1ぐらい取って、あとは8分の3、あれを半分が光る。いや、食ったね。もうちょっと食べとるけど、完食しそうな勢い。
ということで、今日のあっちゃんちゅう晩ごはん、でっかいロコモコ、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、まあいろんなもんでっかくしていくあっちゃんやけどね、まあまたまたね、面白い楽しいものを作っていきましょう。たまにはちっこくもします。はい、ということで、今日のあっちゃんちのデカレシピ、デカロコモコ、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。味もめっちゃ美味しかったよ。